はい、こんにちは、河村海沙です。ついに本日から宮崎最終戦 JPSA スタートです。で、今日はね、僕のヒートは結構ゆっくりめなので、あえて朝もちょっとゆっくりめに起きて、そのリズムに合わせていこうという作戦でいきたいと思います。いつもだったらね、多分5時とかに起きてもう海に向かってるんですけども、今7時ぐらいでちょっとゆっくりストレッチなどして準備してから海に向かっていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。波は下がったみたいですね。結構下がったっぽいですね。なんかさっきライブ映像見たんですけど、はい、桃腰ぐらいだったんで結局あの昨日の、ね、昨日のあの練習した感じのがどう出るかって感じになりました ね、はい、とりあえず朝ごはん食べて海向かっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、ビーチにやってきました。ちょっと試合前の練習セッションやっていきたいと思います。今日はちっちゃいです、はい、だいぶちっちゃいですねだいぶちっちゃいです。ゲヌマって感じですね、はい、膝もも腰ぐらいかな。ちょっとパワーなさそうなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、乗れなくてもいいから日本で3本目を待ちください。レッドの日本で3本目もお待ちください。テンションアップしていきたいと思います。残り時間は間もなく6分。残り時間はちょっとセカンドプライオリティホワイト、下がりすぎちゃったんで、サードプライオリティグリーン行きたいと思います。シャープアイのミディアムフィンで行きます。ちょっと風吹いてて、そこ気になるんですけど、サードプライオリティ、フォースプライオリティ、乗ってみて、自分のフィーリングと、ルイ君のフィーリングをちょっと照らし合わせて、レッドの2本目は 5.73、レッドが第2位へと変わります。お願いします。レッドセカンドポジション。さあ、カイサ君、本日ね、朝の練習1ラウンド目入水していきます。さあ、今日はね、ちょっと遅めのスタートということで、まあ、今現在ね、9時30分なんですけど、今からね、1ラウンド目入水していきます。まあ、若干サイズはね、若干というかかなりですね、サイズダウンしていて、もう見ている限り本当桃セットセットで腰ぐらい波なんですけど、まあ、ここよりね、あっちの左のこの海上の方がまだサイズある波が来てるかなっていう感じなんで、まあ、こっちでね、小波をしっかりね乗って鳴らして、それでね試合に挑んでもらえるといいですね。さあ、かなり小波のねコンディションになっております。まあ、見ててもね、結構一発目ぐらいまではね結構いい感じに張ってくれるんですけど、まだそこではねなんとかリップできるような感じなんですけど、そこからねまた一回こう全部崩れた波がまたできてくると思ったら、かなりね波がシャバシャバでなくなっちゃうんですよね。ここがね結構難しそうです。ここねフィニッシュまで行くのはなかなか難しいんじゃないかな。まあ、ただね最初の1発目2発目とかのターンは結構スプレーも出ててね調子は良さそうです。まあ、もう少しねいい波乗って、まあ、サイズある波だったらねもっとはめられると思うんで、まあ、それをねちょっと期待して見ていきます。これはね、はい、釘沼とね、あまり変わらないぐらいの波のサイズです、ね。まあ、でも若干ね、釘沼よりはやっぱ形とかもあるので乗りやすいのかなと思うんですけど、まあ、結構難しそうですね。板を走らせるので精一杯に見えますね。まあ、でも会場の方は今見てるとね、結構腰ぐらいの波はボンボン来てるので、まあ、こっちよりはね確実に乗れるんじゃないかなと思います。まあ、ただダークアーツね結構やっぱ軽いんでかなり乗れてるのかなと思います。 PU だとね多分このぐらいのサイズになっちゃうと結構進まなくなっちゃうと思うんですよね。フローはあるんですけど、なんで今日はダークアーツの方がいいのかなと思います。
さあ今の2発かなり良かったですね。一発目ね結構スプレー出して、まあ、ヒットはねしてなかったんですけど、2発目でねしっかりフィニッシュ合わせてバックサイドでね縦のリップ決めてきましたね。あれがねこの波でできれば会場ではねもっといいライディングできるんじゃないかなと思います。さあ開作1番の目上がってきました。最後のね波はかなり膝ももぐらいの波だったんですけど、3発ねしっかりメイクしてきました。かなりねボードとかのフィーリングは良さそうです。さあ開作1練習2ラウンド目入水していきます。まあ、今度はね軽く数本乗って上がってくるみたいです。さあ今のもね2発綺麗に入ってました。やっぱりね張ってる波にね乗れるとしっかりねボードのこう切り返しも良さそうなので、こう板を振り上げるときにすごいね早く板が上がってるように見えるんですけど、なかなかねその波を見つけるのが大変そうで、まああいうの乗れるとねもっとしっかりとね一発一発力強く入れていけると思うので、そういう波をね掴んでもらいたいですね。さあ海作2ラウンド目上がってきました。こう見てる感じね1ラウンド目よりもまあかなりね本数は少なかったんですけど、結構波をね多分分かって合わせ方がねかなりこう良くなっていたので、まああとはね試合会場でいい波掴んでしっかりとね決めてもらいたいです。お疲れ様です。出した。もう5分ぐらいでした。3本ぐらいパッパって乗れたんで、はい、まあ、とりあえずもう今がっつり乗る必要もないんでちょっと調整がてらやったんですけど、まあ、さっきより波質に合わせることできたんで、まあ、あとあの会場の波にフィットさせれるかどうかなんでアップして作戦立てて試合に向けてちょっとやりたいと思います。どうですかルーク。いや結構見てる感じ、まあ、今かなり本数は少なかったんですけど、うん、最初に比べてこう合わせ方が結構良くなってるっていうか、なんか波を分かってきた感じだったんで、まあ会場の方がサイズは若干ありそうなんで、そうだ、はい、リーシュ変えたからそれが良かった。なんか軽くなってちょっと太めのリーシュでやってて波あった時のやつやったんですけど、リーシュも軽い方が結構引きずってる感がいいんで軽く軽快にいけたんで、ちょっと試合に備えたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ついに試合前になりました。波はあんま良くないですね。いや良くなさそうですね。なんかちょっと風が入ってきて、多分サイドの風ですねが入ってきて、面がねちょっとガタついてきて難しそうな波が多いんですけど、まあ、その中でも勝ってる選手はいい波見つけてるんで、ちょっとそのちゃんとスコアになりそうな波をしっかり絞って、かつあんまり止まらないように、まあ、もしかしたら待たなきゃいけない時は待つんですけど、あんまり待たないで、まあ、普通にリップできそうな波あったら乗って、まあ、リズムも作りつつ試合を進められたらいいなっていうふうに思ってます。板はさっき使ってたダークアートを使ってやっていきたいと思います。というかお願いします。お願いします。さあ海作君そろそろねヒートが始まります。今からね海作君をゲッティングアウトしていきます。さあ波はねかなり潮も引いてきて、サイズがねさっきよりもさらにダウンして、
かなり厳しいコンディションとなっております。まああのね、さっき練習してた時はねかなり小波だったんですけど、そのぐらいのねサイズになってしまっているので、会場もまあいい波を見つけてねしっかりヒットしてくれたら点も出てると思うので、決めて勝ってほしいです。さあ、カイサ君ヒートが始まりました。今はね、カイサ君この会場のね一番右にポジショニングしております。まあ左もね来てるんですけど、右がまあポテンシャルありそうな波が来てるので、今はこっちで波待ちしております。1本目ね、早速ブルーが乗っててね、意外とレギュラーのね2発3発ぐらい入る波乗ってたので、その波対策も乗れるといいですね。さあ、海沙くんの今の1本目が 4.33 スコアされました。そしてさっきね1本目ブルーがいい波乗って 6.5 ぐらいをスコアして、今ね現在海沙くんは2位のポジションです。さあ、海沙くんのねフロントの2本目が 3.07 スコアされました。さあ、カイサ君ね、さっきのライドで1位になったんですけど、ブルーがまたね 4.83 をスコアして、現在カイサ君また2位ですね、2位のポジションです。よし、おほ、もう一発、おほほ。さあ、かなり波はね結構ちっちゃかったんですけど、まあなんとかねフィニッシュまで乗りつなぎました。これでねバックアップがどうですかね、上がりますかね。スコアを待ちたいと思います。さあ、カイサ君ラストライドが 3.83 スコアされて、若干ねバックアップを伸ばしています。さあ、試合が終了しました。今ねグリーンがライディングしてるんですけど、おそらくねカイサ君2番でアップしたかと思います。いやー、結構ハラハラするヒートでね、他の選手も結構ニードがね低かったので、結構ドキドキした戦いだったんですけど、おそらく2位でラウンドアップしたと思います。お疲れ様です。おほほ、ああ、さあ、もうこれはね試合完全に終了してますが、最後ね待って1本乗っております。一番今いい波でしたね。これ乗れてればね1位でおそらくアップできてましたね。さあ、スコアがね全て出揃って、まあ、カイサ君はね2位でラウンドアップでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。よかったっす。危なかった危なかったっす。マークする気なくもう普通にいい波乗って、そうですね、スコア伸ばして感じで、結局最後待って来なかった、はい、いやブルーの選手にリズム持ってかれちゃったっすね。そうですね、全部いい波乗ってて、ね、もうでも他の選手みんななんか全部イマイチな感じで、うん、もうほんとブルーだけ結構いい波乗れてたんで、はい、なんか綺麗、もう分かる、すげえ分かりやすくて、俺もブルーがまた乗ろうとしたのブロックして乗ったけど、はいはい、位置が手前すぎちゃって、ね、確かにターンが入んなくて、うわーやっちゃった、スカスカしちゃってて、はい、うわヒットしてねーと思って、最後もうとりあえず何でもいいから3点ぐらい出してグーフィー乗ったらグーフィー一発で3点出たりして、はい、なんかやっぱ風吹いてきちゃったからボードもちょっと止まり気味だったし、でもまあとりあえず2人上がれるんで、そうですね、
1本目6号出されたのちょうどよかった。はい、あれがリズムつかまれちゃった。あの後も結構いい波乗ってて、ね、5点台とかも、しかもその時も俺プライベート2番だったの、はい、青が1番 でうわーまた乗ってると思ってうわーリズム狂わされた。まあ、とりあえず勝ったんです、はい、またちょっと修正してね。そうですね、最後のコーンの後に乗ったのが一番良かった。いや、あれ一番いい波ですあれ乗っては1位通過です。1位通過待ちすぎですね、はい、25分ヒートじゃないとダメです。そうですね、まあ、とりあえず勝って、なんか試合オンホールだ。そうですね、今なんか次ネクストコール1時みたいな感じで。やばいです、じゃあ俺で見て5時半ぐらいですか超夕方かもしれないです。やばい、まあ、ちょっと調整して、はい、また次も頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、一旦宿に今戻ってきました。次のコールが1時半ということで、まあ、今コールを待ってるんですけども、僕のヒートもしね1時半にスタートしたとしても多分夕方の5時10分頃ヒートになるので、まあ、今日結構寒いんでちょっと一旦自宅というか宿で休んで、で準備してからまた調整してストレッチなどしてね、ビーチに向かっていきたいと思います。とりあえずコールを待ちたいと思います。はい、今からちょっと会場に行ってみようと思うんですけど、もしヒートがある場合は今計算したんですけど5時25分からヒートなんですけどルークやると思いますか？いやー、ギリギリどうすかね。まあでもそうだよね、ちょっと分かんないよね。分かんないです。海作がもし最終ヒートだったらやると思う。そうだね、次もあるから。次僕11ラウンドすでに11ヒート目なんで、まあやるか分かんないですけど、一応ちょっと掲示板を確認しにちょっと会場に行ってみたいと思います。はい、今会場をやってきて、あの掲示板チェックしてきたんですけど、今日ヒートの8、ラウンド3のヒート8までで終わりなんで、このヒート明日の3発目のヒートになりました。まあ今ちょっと波見てたんですけど、コンディションはあんま良くないんで、まあ一回リセットしてね、明日やってもらった方がいいと思うんで、まあ、今ちょっとビーチ行って友達がヒートあるんで、ちょっとチェックしにルイ君と一緒に行っていきたいと思います。はい、というわけで今日はね、ラウンド2しかなかったんですけど、まあギリギリ2位で立ち上がることができて、まあ、次の日にあの繋ぐことができました。明日からねトップシードの選手が出てくるんで、まあ、気合もすごい入ってる選手多いと思うので、まあ、ちょっとコナミ対決になりそうなんですけど、まあ、自分のやれることやって、まあ、いい波をしっかり引くことが大事だと思うんで、そのいい波をしっかり乗ること、まあ、リズムを作ることももちろんなんですけど、そのリズム作りながらいい波に乗れることが大切だと思うんで、まあ、その波をしっかり見極めてやれるように頑張っていきたいと思います。明日はまあ朝の早い時間なので、まあ、その朝一練習してでヒートに臨んでいこうと思うので、皆さんぜひ見れる方はね ABEMATV でライブ放送をやっているので応援のほどよろしくお願いします。というわけで本日も見ていただきありがとうございました。はい、というわけでルイ君、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。コナミ対決になっちゃいましたね。いや、結局試合始まったらコナミになっちゃいました。蓋を開けたらこのコンディションですね。まあしょうがないですけど、まあ、明日もちょっと僕朝から頑張るんで、明日朝練したいと思うんで、はい、ぜひサポートよろしくお願いします。お願いします。ちょっとコナミ、クゲ沼魂見せるしかないですね。そうですね、もうこれはクゲ沼の基本こんな感じなんでまあ頑張ってもらいたいです。わかりました、はい、ありがとうございます。明日もよろしくお願いします。お疲れ様です。